って、こんな風にね、家政婦は実は50年ぐらい前にできたのかな。これ全部日本語でしょ。沖縄の方言の歌が多かったのね。新しい沖縄の歌、こうやって私たちは皆さんのことを大和の人にも私たちが日本に復帰したので分かるように作りましょうって言って作られた運動があるの。そんな曲、そしてこの歌はもうそれから以来沖縄で沖縄人が選ぶ大好きな曲、ずっとベストワンです、なぜなら皆さんよくほら日本人が言うとふるさとを歌うと嬉しいって言うでしょ。同じふるさともうさぎおいしたの山こぶつりしってほらふるさとがいいよって言った。これは芭蕉布っていう布は大事に大事にしてるけど、どんだけ